どうも、くまごろいさんです。本日はこちら、じゃん、レノボのノートパソコンを買いました。まあ、買ったのはお兄さんなんだけど、使うのはお兄さんじゃありません。知り合いが使います。あの、前に17インチのノートパソコンを修理したと思うんだけど、あのパソコン今も動いてるんだけど、やっぱり買い替えたいってことで、あの、これを購入しました。まあ、代理購入ですね。型番はレノボのアイデアパッドスリム350というノートパソコンですね。17インチモデルで、一応ね、発売8月みたいで、この間届きました。ということで、まだちょっと開封してないんでね、これから開封していきたいと思います。どうやって開けよう。レノボの直販サイトから買いました。はい、はい、来ました。なんか保証書とか出てきたね。説明書、電源、あ、いいね。電源、あの、ほら、 MacBook とかと一緒だね。アダプターに直接コンセントの端子が出てるタイプで、ジャックになってるね。アダプターの容量は 20V、 3.25A、 65W タイプって書いてある。さあ、ではパソコン、薄い、あ、なんかシンプルでかっこいい。端っこにレノボって書いてある。色がね、プラチナグレーっていう色なんだけど、 Mac の色をちょっと渋くしたような色だね。裏はね、結構グレーに近いです。バッテリーの取り外しはできないタイプだね。分解は簡単そう。丸ごと裏面パネル取れるね。まあ、今回バラさないけど、ちょっと電源だけ挿しちゃうよ。はいはい、それでは5階調、じゃーん、いいね、光沢なし液晶、いいね。はい、あ、かっこいい、こいつはかっこいいぞ。はい、こんな感じですね。ここはね、アルミのヘアライン仕上げだね。素材はプラスチックかな、多分。こちら見てください、 Ryzen 7と AMD ラデオングラフィックス。うん、キーボードいい感じですね。あ、バックスペースがちょっとちっちゃいかな。それくらいかな。気になるのはバックスペースがちっちゃくて、円のマークがめっちゃ小さい。はい、じゃあ電源入れます。最初 BIOS 入れたいな。はい、ポチデリート、 F2、 F10、 F8 あたり押せばいい。ピー、お、来た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 。はい、来ました、 BIOS。 型番は IdeaPad3 って書いてあるね。うん、あ、これが型番ですね。81W2039JP。 IdeaPad の一番いいやつで、オフィスなしですね。 CPU Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Graphics って書いてあるね。メインメモリーは 8GB、 SSD NVMe SSD、 デスケハイニックス 512GB のストレージ入ってます。一応このパソコンの説明をすると、レノボの IdeaPad Slim 350、色はプラチナグレーで1色しかないです。 CPU が AMD Ryzen 7 3700U、 通常 2.3GHz、 ブーストクロックで 4GHz ですね。グラフィックスは CPU 内蔵の Radeon Vega 10グラフィックで、メインメモリは 8GB、 フル HD 17.3インチ、 IPS 液晶、ストレージは NVMe M.2 512GB。 バッテリーの使用時間 7.8 時間ってなってるけど、まあこれはみんな電源つなぐよね。で、重量 2.2kg、 AC アダプターが 210g なんで、まあ、合計 2.5kg。 持ち運びはちょっときついですね。お値段税抜き 67,860円、超安い。 17.3 インチの大きいノートパソコンって今選択肢が少ないんで、多分これ一択になるんじゃないかなと思います。このオープニング画面はちょっといまいちだな。吉田さんのやつに変えたいな。こんにちは、コルタナと申します。これからお手伝いさせていただきます。必要ない。今回ね、ちゃんとやります。日本で、北朝鮮とかにはしません。ネットにはね、つなぎません。つなぐとログイン求められちゃうからね。コルタナによる作業の支援を許可する。許可しない。あ、すごいね。このデバイスをレノボ ID プロファイルに追加して、迅速なサポートを受け、重要なアップデートを取得し、機能やアプリにアクセスします。スキップ。こんにちは、立ち上がったね。マイクロソフトエッジへようこそ。お断りします。お断りです。お、いきなり気持ち悪い壁紙ですね。とりあえずマウスつなぎます。 USB 系統は全部左にまとめられてるね。右はイヤホンジャックと SD カードだけだ。左側、電源、 HDMI、 USB、 USB、 USB だね。ほい、まずこの気持ち悪い壁紙を直そう。どれがいいかな。
これでいいか。はい、パソコンを起動したらやることはマイクロソフトエッジを開いて、おもむろにね、クローム、はい、来ました。お、なんかドルビーオーディオがインストール完了しましたって言ってるね。へえ、ヘッドホン用ドルビーアトモスを入手するとか、いいね。はい、ブラウザを Google Chrome。 あ、なんか最後の抵抗来なくなったね。マイクロソフトエッジは素晴らしいブラウザーですみたいなの出てこなくなったね。本当にやりますか、強制的に変更みたいな最後の書きがあったんだけどなくなりましたね。あとこれがマカフィーだもんな。マカフィー消してあげたいけどな。いろいろちょっとベンチマーク回したかったんですよ。このライゼン7とラデオンベガ10っていうなんかちょっといいやつ入ってるみたいなんで、その性能を見たい。ドラクエと FF はちょっと無理だろうな。お、来ました、ウイルスソフトが立ち上がったよ。マカフィーかっこウイルスが立ち上がっちゃった。これね、入れたら最後だよ。 Windows 壊れるからね。あ、入ってんだ、もう最悪だな。安全とか言ってるけどね、お前が脅威だっていう話だ。迷惑だから消したいです。こっからアンインストールできないのかな。あ、アンインストールあるよ。なんか消し方あんだよね。まあでも大丈夫でしょう。マカフィーリブセーブ、このプログラムのファイルを全て削除してください。このパソコンに再インストールする場合は契約情報を入力して設定をやり直す必要があります。削除、お客様の契約は有効です。うるせえんだって、すぐに消えてくれ。あ、誤解ないようにちょっと説明しておきますけど、お兄さん、セキュリティ対策ソフトってウイルスそのものだと思ってます。はい、じゃあノートパソコンの性能チェックやってきます。で、撮影しやすいように軍用モニターに映像出力してます。まず YouTube の視聴だね。まあ普通に再生できますね。特にストレスは感じないですね。まあ、この辺は当たり前だね。はい、そしたら軽いゲームのベンチマーク、ドラクエベンチでどんな感じか見てみます。標準品質フル HD でやっていきます。スタート。で、パソコンの温度、ハードウェアモニターで見ていきます。うん、CPU のね、消費電力はね、9W だからかなり省電力だね。 CPU 温度50度超えてファンが少しだけ回ってますね。ファンの音は静か。 GPU の使用率はもう98とか99とかその辺ですね。 CPU のパッケージ温度は55度で安定だな。ファンの音はさーって音がしてるぐらいかな。そんなうるさくないですね。はい、結果出ました。はい、評価とても快適。スコア7459。グラフィック設定もうちょっと良くしてもいいよっていう感じでしたね。はい、次はシネベンチ R20 やってみます。スタート。一応ハードウェアモニター立ち上げながらやるんで、スコアは少し低い値が出ると思います。こっちの方が負荷は大きいのかな。 CPU の消費電力が 11W ぐらい消費してますね。全コア 100% 張り付きですね。うん、温度は今69度、結構上がってきてます。CPU のクロックがね、2.7GHz ぐらいまで下がってるかもしんない。温度は66度。そうだね、パッケージ消費電力も 8W まで下がってるんで、ターボブースト全開でずっとはやんないみたいだね。はい、結果出ました。1413。で、同じ4コア8スレッドの CPU と比較すると、そうだね、お兄さんが使ってる Core i7-7700K がここにありますけど、これで2420なんで、まあ、それよりちょっと低い感じ。うん、ノートパソコン用の第6世代 Core i7-6700HQ、この辺で1600なんで、まあ、この辺の近い値なのかなと思います。 Core i7-6700HQ って 45W CPU かなんかじゃない？違ったかな、ちょっと調べる。 6700HQ はね、そうだね、 TDP45W だからね。Ryzen 7-3700 が TDP15W かな。インテルでいうと超低電圧版になると思うんですよね。そう考えるとすごいね。インテルノートパソコン第6世代の4コア8スレッド 45W 版の CPU と同じぐらいの性能出てます。で、消費電力少ないんで音は超静かで、途中ターボブースト切れてたからね。それでこのスコアなんで、設定できるかどうか分かんないけど、電力設定上げれば超えるんじゃないかな。やってみる。AMD の電源設定みたいなのがあるんじゃないかな。多分この AMD パワースライダーってやつだと思うんだけど、最高のパフォーマンス、 AMD グラフィックスの設定も最大パフォーマンス。うん、ちょっとやってみます。じゃあもう一回スタート。消費電力はあんま変わんないですね。 11W 消費してます。全コア 3.1GHz、 4GB キープはしないんだね。うん、なんでだろうね。温度は70度いってないです。69度。電源設定変えたからかどうかわかんないけど、 3.12GHz ずっとキープしてますね。
温度は72度、スコアはあんま変わんなかったね、1490。ターボブーストはキープできなかった。温度はそんな上がんないけどね。まあなんかあるんでしょう。はい、レノボのアイデアパッドスリム350、ライゼン7搭載のモデル、まあ、軽い 3D ゲームは全然普通にできちゃうっていう感じですね。で、消費電力の少ないタイプの CPU なんで、まあ、熱も全然出なくて、 CPU ファンも回りますけどすごい静かです。なんだろう、家の中でなんか机だったりリビングだったりでいろんなことしたいみたいな人にはすごいちょうどいいんじゃないかなと思いますね。あと安いしね。あ、で液晶も綺麗、とてもバランスのいいノートパソコンだと思います。ということでね、ノートパソコンのテストもできましたので、こちらプルプルクズバナナ、これさ、わらべは日曜絶対狙ってやってるよね。前回メロンでしょ、今回バナナじゃん。メロン来てバナナ来て、多分来年の夏はマンゴーやるんじゃないかな。本当に下ネタはやめてください。はい、ということでいただきます。プルプルクズバナナ、あいつイケメンだけど本当クズバナナだよな。でおなじみのクズバナナですね。はい、いただきます。あ、すごいわ、バナナが超濃い、完熟バナナだね。若くない、完全に熟したバナナが使われてる感じだね。うん、これ美味しいわ。あれ、バナナシェイクみたいな味ですね。そういう雪見大福でバナナ味とか出したら売れんじゃないかなって思った。プルプルクズバナナ、122キロカロリー、税込み140円、製造者わらべ屋日用。これね、美味しい、クズメロンより美味しいと思う。はい、ごちそうさまでした。はい、今回はレノボの17インチノートパソコン、アイデアパッドスリム350ノートパソコンのレビューを行いました。まあ普通に使えます。一応細かいこと言うとね、ここバックスペースとこの円マークね、ここがね小さい。まあ円マーク使うっていうと、なんだろう、プログラムやる人とか使うのかな、そういう人はちょっとこれ押しづらいと思う。バックスペースの邪魔にはならないね。なんだろう、こうボタンがこう斜めに切ってあるんで、ここ押すときに邪魔にはならないけど、こっちはね単純に押しづらい、狭いから。そんな感じですね。はい、熊五郎兄さんの DIY では普段ジャンク品の修理やってます。今回はノートパソコンのレビューやってみました。提供じゃないですよ、こんな動画ですが、また見たいなという方はチャンネル登録、面白かったらグッドボタンお願いします。それではまた、熊五郎兄さんでした。バイバイ。